未来のランドソルを担う特別な紳士淑女の皆様へ、バラに選ばれたあなたを愛の交流会にご招待いたします。夢のような特別な一日を共に過ごしましょう。あなたのご来場をお待ちしております。愛の使者ローズメン。なんて怪しい招待状を受け取った時は断ろうと思ったのよね。でも手紙を届けに来た人ってどう見ても貴族様のお使いって感じだったし、そう考えればこの回りくどい文面も納得できるわ。名家出身の紳士淑女が集まる社交界、どの角度から検討してもこれって商談の大チャンスよね。貴族とはいえ名ばかりだし、実業家としてもまだ駆け出し中だし、何より懐の温かいクリスマスを救護員のみんなと過ごしたいもの。それならここはたとえ怪しいとしても参加一択よ。しかもスズメが古着をこんな綺麗なドレスに仕立ててくれたし、いつもの倍は契約数をまとめないと割に合わないんだから。さて今回の戦場はランドソル広場、気合い入れて乗り込むわよ。そのドレスお似合いでしたよ。秋野さんもまた空から現れると思ってたけど、あの豪華な馬車に乗ってきたのは秋野さん？ええ、実は美冬さんがものすごい形相で私のもとへやってきて、メルクリウス財団総出でバイトに行ってきますとおっしゃり、飛空艇もろとも持っていかれ、やむを得ずですわ。なるほどね。でも総出ならなんで秋野さんがここに？私もお手伝いするつもりでしたが、秋野さんにはちょっと難しいお仕事だからと断られる始末。そこへこの招待状とブローチが目に入ったという次第ですわ。戦力外通告だなんて私は悔しくて。ですからパーティーでギルドの宣伝をしつつ、参加者全員との商談をまとめ、美冬さんたちに負けないぐらいの成果を上げてみせますわ。さすがは秋野さん、私も負けてられないわね。分かっておりましたが、サレンさんもそちらが目的でしたのね。でしたらどちらがより多くの契約をまとめられるか、ここは一勝負といきませんこと。え、私と？いいわよ、秋野さんの悔しがる顔見てみたいし。それはこちらのセリフです。あ、サレンさん見てください、雪だるまのオブジェが見えてきましたわ。あそこが会場でしょうか？みたいね。道に迷われたらスノーマンを目印にって書いてあるし、にしても大きな雪だるまね。確かにこれなら迷わないかもしれないけど。サレンさん、圧倒されている場合ではありませんわ。勝負はすでに始まっているのですから。そういうわけですから、一番乗りはいただきましたよ。ちょ、もう相変わらずなんだから。秋野さん、そっちは会場じゃないわよ。私楽しみ。若い女性ばかり、珍しいわね。きっと皆さんこれからのランドセル経済を担う商人の卵なのですわ。運命、あ、それは乙女たちが夢見る最高の出会い。今宵新たな愛を育む皆様を私ローズメンが手助けいたします。それではご紹介しましょう。
彼らこそ未来のプリンス・オブ・ペガサスだ。どうもどうも、皆さんとクリスマスの恋をおクリスマスなんちゃって参加番号1番、うっちゃんって呼んでください。あの秋野さん、これ本当に商談なのかしら。これじゃまるで、まさかそんなわけありませんわ。きっと昨今は商談の自己紹介一つとっても演出が鍵なのですわ。印象的な自己アピールによって。では2人目のプリンスを紹介しましょう。やれやれ、なんだかここは寒いな。ああ、きっと僕は一人なんだって気づいちゃったからだ。でも心配ないよね、だって今夜は君が温めてくれるから。どうしよう、帰りたい。秋野さん、紹介の途中で席を外すなんて失礼かもしれないけど、さすがに今回は。とりあえず最後まで見ていきませんこと。もしかしたら光る原石が転がっているかもしれませんし。はあ、わかったわ。この中に前世からの恋人がいるって言われたんです、ドクロの占いで。魔法少女セリーちゃんみたいな子と出会いたくて。さあ、楽しい時間もあっという間。惜しくも次の紹介で50人目となります。で、秋野さん、光る原石は見つかりました？あの秋野さんがここまで。それでは最後のプリンスをご紹介しましょう。それではパーティーを始める前に、私よりご挨拶を。本イベントはランドソルを支える議員たちが資金を集め、未来のランドソルを担う若者たちを応援したいという願いのもと企画されました。皆様にはぜひ一足早い特別なクリスマスをお楽しみいただければと。喜んでる場合じゃないわよ。ちょっとこっち来て。さーて、この舞台裏ならしばらく人も来ないだろうし、じっくり聞かせてもらうわよ。あなた様、なぜここにいらっしゃいますの？接客のバイト？それはつまり人数合わせのために雇われたのね。その様子じゃよくわからないまま応募したんでしょう。ああ、そういうことでしたのね。よかったわ。よかったというのは、勘違いで参加された方が私たち以外にもいてほっとしたと言いますか。そうそう、私たちも同じなのよね。本当、一体これから。それでは皆様、準備はよろしいでしょうか。財力、地位、名声、選び抜かれた若き100名の男女が本気で運命の相手を探すお見合いイベント、デビュタントシャングリラを開催いたします。どうしよう。デビュタントシャングリラ、セイヤのラブゲーム。
鑑賞をお楽しみの皆様、どうぞ舞台の上にご注目ください。今日という日のために皆様へ特別なクリスマスプレゼントをご用意しております。それではご覧ください。こちらはただのクリスマスツリーではありません。魔法のバラのつぼみをつけた特別仕様のツリー、その名もトゥーラブメーカー。まあ、あれが幻と謳われた魔法のバラ、こんなところでお目にかかれるなんて。開花したバラには魔力が宿るんだっけ？それもかなり強力だから悪用されたら大変だって王宮で管理されているのよね。ご説明しましょう。こちらは愛を証明できるのか、そんなロマンスに挑んだ魔法使いがいたんですよね。開花したバラは世界で一番美しく、花をめぐって争いが起こったとか。まだつぼみのようですが、人の愛に反応して開花するという花だ。イベントの終盤に僕たちは美しい奇跡を目の当たりにするんでしょうね。あなたは確か貴族議員のガストンです。ところでローズメンさん、この魔法のバラは本物なんでしょうか？少し触ってみても？それはご遠慮ください。まだつぼみとはいえ希少価値の高い品物です。万が一に備えて私の魔法で盗難防止の処置を施しております。触れることができるのは私だけでございます。なるほど。最後に一つ、あなたに選ばれたカップルにこの魔法のバラが一本贈られるという噂は本当ですか？いただけるんですの？これから説明する予定でしたが先を越されてしまいましたね。彼の話は本当です。イベントの終盤、私の方で理想のカップルを一組選ばせていただきます。愛の花にふさわしい特別な一組を。しかし一体どこでその話をお知りに？ああ、ネタを明かしてしまってすみません。噂好きの友人がたくさんいましてね、自然と耳に入ってくるんです。同じ世界にいる秋野さんやサレンさんなら分かってくれるでしょう。わっ、あいつ私たちにウインクしてきたわ。膝ったらしいことこの上ないわね。秋野さん、気づいてないふりでもしておきましょう。さて、挨拶も済んだことですし、僕も運命の女性を探しに行かなくては。そうだ、そこのあなた。え、私？両手を見て。わあ、飲み物が花束になってるわ。いつの間に。美しいあなたにお近づきの印だ。それと、君もよろしく頼むよ。ライバルとしてね。それじゃ。ガストンって人ちょっといいかも。私最初は適当なところで帰ろうと思ってたけど、もうちょっと残っていこうかな。いいの？私ちょっと飲み物取ってくる。いいなって。もしかして、待って、私も行く。完全に流れを持っていかれてしまいましたね。では気を取り直しまして、皆様、本企画では特別なゲームもご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは失礼いたします。とは言われても
私たち勘違いで参加しちゃっただけだし、本格的に始まる前にこっそり退散しない？ほら、相手に無益な期待をさせちゃうのも失礼な話だし。確かにサレンさんのおっしゃる通りですわね。帰りましょう。あんたも別に好きで参加してるわけじゃないんでしょ？演技で人を楽しませる仕事は似合わないっていうか、人には向き不向きがあるんだし、今のうちにやめちゃいなさいって。それは困ります。びっくりした。司会者さん、お、あなたよく見たら元ランドソル議員の私のことはぜひ愛の使者ローズメンとお呼びください。そういう役なんですね。わかりました。それはさておき、彼が今不在になるのはとても非常に困るのですが。ええ、こちらの都合で仕事を辞退するのですから、違約金については全額お支払いしますわ。何千、いいえ、何億ルピ必要ですの？残念ながら金銭で解決できる問題ではないのです。本件は特別な依頼のため特別な契約を結ばせていただいております。え、特別な契約って、これってただの人数合わせのバイトなんでしょ？大切なお客様に誠実な対応をするという特別かつ重要なお仕事です。ですからこの通り書面にサインもいただいております。どれどれ。契約期間満了を待たずして契約を解除することは本人が死亡した時以外いかなる理由があっても不可とする。嘘みたいな条件が書かれてあるわね。それでもこちらの契約を破棄したい場合はどうなりますの？ギルド管理協会からお墨付きをもらってからの採用でしたからね。破棄すれば協会の面目は丸つぶれで彼の信用はゼロ。つまり次の依頼を見つけるのは困難になるでしょう。本当にそれでも良いのですか？信用ばかりは私でも買い付けができませんわね。あんた契約書は上から下まで全部読んだの？もうどうしてこんな面倒なバイトを引き受けちゃったのよ。最近バイトばっかりしてるって噂だし、お金が必要な事情でもあるわけ？そんな事情を知っちゃったら怒るに怒れないじゃない。あなた様らしいですわね。私決めましたわ。このままお見合いパーティーに参加します。え、秋野さん本気？多分商談なんてできないわよ。ええ、承知しておりますわ。それでもこの優しいお方を一人で残していけませんし、サレンさんもそう思っているのではなくて。まあどうせなら咲いた魔法のバラを見てみたいわよね。土産話ぐらいにはなるだろうし。私も残るわ。あんたのためとかじゃないからあんまり気にしないでよ。礼なんておかしな話ですわ。そうですとも、サレンさん、これは勝負の続きができるのではなくて。え、どういうこと？魔法のバラです。どうせならその手に取って鑑賞してみたいと思いませんこと。ローズメンさんは特別なゲームを用意していると言っておりました。理想のカップルとして注目を浴びるには目立てばいいのです。つまり
より多くの一番を勝ち取れば。なるほどね。秋野さんと私、どっちが魔法のバラを手に入れるのか勝負をしようってことね。その話乗るわ。それではこのままご参加という形でよろしいですね。はい。良いお返事をいただき安心いたしました。今やあなた方は注目の的ですから、引き続き歓談をお楽しみください。注目の的？一体何のこと？よくは分かりませんが、今回の目的は注目を浴びることですから、ちょうどよろしいのではなくって？そりゃ秋野さんは慣れっこだろうけど、私は気になっちゃうというか、確かに誰かの視線を感じるような。それは好奇ではありませんか。私たちがどれほど素晴らしい仲なのかアピールいたしましょう。そういうことですので、あなた様、どうぞ私とペアを組んでくださいませ。私、あなた様とならどんな困難な道も迷わず進めそうですわ。あ、いきなり抜け駆け。私だって勝ちたいし、そいつ以外と組むのはちょっと。とにかくそれは反則だから。あそこにいらっしゃるのは秋のウィスタリア様よね。殿方のお誘いをすべて断っていたようなので、色香には興味がないと思っていましたけど。秋野様だけではありません。ほら、その隣を見てください。ナイトメアの元副団長、サレンさんです。今まで浮ついた話はなかったのに。まあ、やはり特別な方々が集まっていますのね。つまり、あの隣にいる彼も高名な方ということかしら。確か、今回の招待客の中では異例の飛び入り参加だったとか。あれはただの人数合わせの人員ですよ。自己紹介の時言っていたではありませんか。居候の身でバイトを転々としながら暮らしているのだと。その話、私も混ぜていただける？実は向こうですごい噂を聞いたのよ。ミスタリア家のご令嬢が今一人の殿方に夢中らしいですわ。何でも騎士になってほしいと熱烈なアプローチをしているとか。それでその殿方というのがあちらの。でしたの？あの秋野様がついに本気で結婚相手を。それだけじゃないわ。あちらのサレンさん、何度もお見合い話が来るものだから、ついにお父様へ自分の彼氏を紹介したみたいなの。その彼こそ。まさかあそこにいらっしゃる殿方ですの？つまりあの三人の関係は。なるほど、これで謎が解けたぞ。あの二人の信頼を勝ち取るとは一体どんな奴なのかと近づけば、あまりにも隙だらけで逆に警戒してしまったが、ただのバイトなら名簿リストに存在しなかったのも納得できる。ガストンさん、飲み物持ってきたよ。ありがとう。君の何気ない優しさ、本当に素敵だよね。ついつい甘えてしまいそうだよ。え、別に甘えてくれていいんだよ。なんてね。完全に落ちたな、没落貴族の三女。中の下といったところか。顔も悪くない、最低限の礼儀作法もある。だがディスカードだな。勝利条件はローズメンが企画したゲームに勝つこと。必要なのは愛嬌だけの女じゃない、頭脳や能力がある特別な女だ。ウィスタリア家の令嬢、ナイトメアの元副団長、この2枚のカードはぜひとも入手したいところだが、支障はないだろうが、あいつは目障りだな。早々に退場してもらうとしよう。
すべては俺の完璧な計画のために。私には見えるわ、そこら中に飛び交う甘い空気が。クリスマスシーズンにお見合いパーティーのスタッフ役だなんて、美冬さん恨むからね。はあ、私だってこんな素敵な会場で恋をしてみたいわよ。もちろん相手は想像してたらなんだか寂しくなってきちゃった。お仕事も頑張ってるんだし、少しぐらいみんなと一緒に楽しんでもいいわよね。そういうわけで、私から私へご褒美の一杯、ゆかり乾杯。あなた様、飲み物をお持ちしましたわ。先ほどのスピーチで喉が渇いているでしょうから、さ、どうぞ。ついでに料理も持ってきたわ。あんた朝から何も食べてないんでしょ。長い一日になりそうだから、ちょっとお腹に入れた方がいいわ。はい、どうぞ。ちょっと待って、なんであの3人がいるのって思わず隠れちゃったけど、ここにいるってことはお見合いパーティーの参加者ってことよね。これは今すぐ調理場にいる美冬さんたちに知らせないと。いきなりランダムの男女10人でグループお見合いだなんて、敷居高いわよね。秋野さんはともかく、あいつが心配かも。ちょっと見てこようかしら。あれ、秋野さんどうしてここに。あのお方が心配で。ですが、ご覧になってくださいませ。女の子って普段何話してるんだ。仕事の話ならいくらでもできるってのに。俺ってそれ以外取り柄がないのか。え、ああ、実は俺大江戸町で仕立て屋やってるんだ。ドレスコード必須ってあったけど、俺にとっての礼服はやっぱ着物だけだからさ。自分の心情があるって素敵かも。ねえ、その仕立て屋どこにあるの。次の正月のために振袖買おうと思ってて。あ、はい、よければご相談に乗りますよ。どうしよう、私一人ぼっち、引きこもりだし上がり症だし、やっぱり無理だったのよ。屋敷へ帰ろうかな。あの、知ってるんですか、魔法少女セリーちゃん。そうなんですね、ご友人の方に勧められて。そのお話、よければもっと詳しくお願いするでござる。ああ、どうすっべ。もしかしてオラを心配して。そっか、あんたいいやつだな。オラはウィルってんだ、よろしくな。実はあっちのグループにいるすんげえ可愛い子見えるか。どこに落としたのかしら。多分あの子、オラが拾ったこの黒いリボンを探してるんだと思うんだ。だから返してあげてんだども。オラこんななまってるし、動物ばっか触ってっから匂うだろうし、あの子に嫌われたらと思うと。
なあ、あんた代わりに届けてくれねえか。え、いや、オラは別に返せればそれで。ああ、引っ張るなって。行くから。何かご用ですか。あの、これ。そのリボン、拾ってくださったんですか。ありがとうございます。これ、私の大切なお守りなんです。あ、申し遅れました。私はナンシーです。オラはウィルってんだ。そんな大事なもんなら、見つかってよかったな。その…ごめんなさい、私もう行きますね。ガストンさん、どうしてここに。いや、君がなくし物をしたって聞いたから手伝おうと思ってね。みんなで騒ぐのもいいけど、二人きりになる口実も作りたかったし。ガストンさんたらお上手ね。いや、そうだべな。あんな素敵な子、俺じゃ釣り合わねえや。いいんだ、最初から俺には見込みがねえというか。いや、確かに言い訳してるだけだべな。分かってっけど、傷つくのが怖くてさ。けど背中をしてくれてアンガトな。あのように普段と変わらず人助けをしていらっしゃいますが、結果皆さんがだんだん明るい顔になって、あっという間にテーブルが盛り上がってしまいました。うん、あいつなんだかんだ言って社交性あるのよね。無駄に人脈広いし。それにお隣よろしい？あなたのことずっと気になっていて。ムカつくけどモテるんだったわ。サレンさん、あのお方少し無防備すぎるのではなくって。私ちょっと行ってまいりますわ。ちょっと待って、秋野さん。大丈夫よ、時間が来れば解散するし。そしたら両脇をあたしたちでがっちり固めましょう。ほら、こういう場って悪徳商法の勧誘が多いっていうし、あいつ人がいいからすぐ契約書にサインしちゃいそうだし。そうですわね、私たちが守って差し上げましょう。はあ、早く次のプログラムへ移りませんの。皆様、特別な運命の出会いを経て胸も躍り出している頃でしょうか。それでは最初のプログラム、愛のダンス、どうぞときめく方をお誘いいただき、特別な挨拶をお楽しみください。あんた、迎えに来たわよ。私たちと一緒にダンスを楽しみましょう。それにしても困りましたわね。私たちは二人ですけど、彼は一人。交互にお相手いただく感じでよろしいかしら。それなら秋野さん、最初は私に譲ってもらえない？こいつ踊り慣れてないと思うのよね。私が今から超特急で技術を教え込むわ。さて、どのペアに一番のスポットを当てるべきか。私はこの舞台の上から鑑賞させていただきましょうか。楽しみですね。なるほど、ローズメンさんがしっかり見ていらっしゃいますのね。わかりましたわ、最初はお譲りいたします。あなた様、その次はぜひとも私と踊ってくださいませ。確かにお約束しましたわ。それでは後ほど。1曲目、月と星のワルツをどうぞ。
それじゃあまずは私の腰を支えて、それから手をつないで。ちょっと恥ずかしがらないでよ、私まで照れちゃうじゃない。いい？エスコートしようとしなくていいから、まずは私に合わせて踊るのよ。力まずにリラックスして。アンドゥトロワ、アンドゥトロワ。そうそう、上手じゃない。やっぱり教え込むより感覚で覚えてもらう方が早いわね。あとは音楽に合わせて動くのよ。私が右足を出したら、あんたは左足を出しつつ右手を。あ、ごめんなさい。ちょっと話に夢中になってて悪気はなかったんだ。怪我はないみたいだね。大丈夫よ、こいつがしっかり受け止めてくれたからみたいだね。それじゃあお詫びは改めて。ええ、ステップが崩れると人とぶつかっちゃうから注意して。って、こんなにくっついてたら踊りにくいわよね。ごめん、ちょっと油断しちゃったみたい。いいこと？秋野さんは私なんかよりよっぽどダンスに慣れてるわ。ついていくので精一杯だとは思うけど、頑張ってね。一曲目、いかがでしたでしょうか。それでは最後に踊る運命の相手をお選びください。と、もう終わっちゃった。なんだかんだ言って私も楽しんじゃったわね。あなた様、あ、秋野さんが来たわ。それじゃあまた後でね。さ、次は私ですわよ。いつもは軽くで済ませているのですが、本日は本気で楽しませていただきますわ。それでは2曲目、情熱と愛のサルサをどうぞ。さあ、あなた様、踊りますわよ。やはり自分が選んだお相手とのダンスは楽しいです。見て、秋野さんは優雅に身を委ね、彼はそれを優しく受け止める。見事なパフォーマンスね。あなた様、助かりました。危うく転んで恥ずかしい思いをするところでしたわ。ですが、どうして何もないところで転びそうになったのか。ああ、なるほど。私、落ちていたハンカチを踏みつけてしまいましたのね。誰かの落とし物でしょうか。おっと、すまない。それ、この子のハンカチだ。いつの間にか落としちゃってたみたい。本当にごめんなさい。いいえ、持ち主が見つかってよかったですわ。と、残念、曲が終わってしまいましたわね。二人とも見てたわよ。それで一緒に踊った感想は？最高でしたわ。私の窮地を救っていただいて、やはり私の騎士にふさわしいお方だと改めて確信しました。え、秋野さん、こいつを騎士にしたいの？確かに気が利くし度胸もあるけど。サレンさんもそう思いますでしょ。ですから私の生涯を支える騎士になっていただきたいのですが、まずはお互いを知っていかねばなりませんわね。今回はいい機会かもしれませんわ。秋野さん、本気ね。バイト生活をしているこいつにとってすごいチャンスじゃない。でも。やあ、さっきは悪かったね。ああ、ガストンさん、よくあることだし気にしないで。ええ、
これだけ人もいるのですから、お互い様ということで。そう言ってもらえると助かるよ。それにしても彼は本当にすごいね。二人の姫を救う、まさに騎士様のような存在だ。まあそうなのかもしれないけど、転びそうになったらまた支えてくださいね、あなた様。たまたまね。俺がそんな言葉を信じると思ってるのか。そのふぬけた面も本当はフリなんだろう。お前どこまで気づいているんだ。得体の知れないやつだ。わかったよ。計画に気づかれても困るし、その2枚のカードはくれてやる。だがゲームに勝つのは俺だからな。皆様、お楽しみいただけましたか。それでは心も体も温まったところで、次のプログラムを発表いたします。お次は何でしょうか。チェスでもフェンシングでもどんな勝負でもお相手しますわよ。さあ、どんとかかってきてくださいまし。次のプログラムは雪合戦。雪合戦？特別な皆様にとって特別な遊戯というのはもはや馴染み深いもの。というわけで、庶民の間では大人気な遊びをご用意いたしました。何より絆を深めるのにこれほど適したプログラムもないかと。騎士団の練習でもよくやるのよね。やっぱり目的に向かって一緒に取り組むのが一番仲良くなれるし、正直対話して探っていくより効率的よね。ちなみにどなたと組むかは早い者勝ちとなっております。この秋のウィスタリアと共に勝利を勝ち取りましょう。ちょっと秋野さん、それってズルなんじゃ。サレンさん、勝負はもう始まっていましたよ。秋野さん、話は最後までお聞きになってください。お誘いするときは真剣に、情熱的な言葉で相手の方をお誘いください。それでもまるで告白のようではありませんか。ええ、そうです。伝えることがまずは愛の第一歩。さあ、嘘偽りない気持ちを相手に告白してください。嘘偽りない気持ち、正直な気持ちを伝えるだけ。やりますわよ。あなた様、私はサレンさんとの勝負に勝ちたいと思っていますわ。ですがそれ以上に、あなた様ともっと同じ時間を過ごしたいと、そう思っていますの。朝も昼も夜もずっと一緒に、それはまるで我が家のジーヤのように共に切磋琢磨し合いたいのです。これでよろしくて。ジーヤのようにですか。何やら惜しいですね。ですが嘘偽りなき告白、確かに聞き届けました。よろしいでしょう。あいつが秋野様とペアを組んだってことは、サレンさん、よろしければ僕とペアになりませんか。いやいや、ぜひ私と。サレンさん、彼以外と組むのも嫌なんだべな。
の、ガストンさん、お話があります。ガストンさん、あなたにたくさんの誘いが来ていることは分かっているわ。それでも私を選んではもらえないかしら。私一人を。どの雑談にもついてこれるあたり、幅広い教養があるのは分かった。社交界にも慣れているようだし、あの霊嬢たちの対抗馬にしては若干弱いが、俺に逆らわない素直さがいい。まあこのあたりだろう。ナンシー、僕の心はすでに君のものだよ。その証として、きっとあの魔法のバラを君に捧げよう。ガストンさん、私も一緒に頑張るわ。絶対二人の愛の証を手に入れましょうね。ナンシーさんはやっぱあいつを選ぶんだな。それなら、なあ、あんた、今回だけサレンさんの護衛役やらせてもらうべ。いや、護衛って言ってもサレンさんの方が強いし、代わりなんて務まるわけねえけど、いないよりはマシだろうし。そういうわけでサレンさん、オラも実は本当に組みてえ人が別にいるんだけど、望みがなくて。数合わせってことで、あんたさえよければ組んでくれねえか。ウィルさんだっけ。その申し出、正直言ってすっごく助かるわ。ローズメイさん、こういうペアもありかしら。告白ってつまり誠意ある正直な気持ちを話せばいいんでしょ。私たちも誠意を持って話してお互い承諾してるんだけど。はい、お互いが納得しているならば、私から申し上げることはございません。話が分かる人でよかったわ。とはいえ、黙って秋野さんを勝たせるのは性に合わないし、勝負するならどんな時だって勝ちを狙いに行かないとね。それでこそサレンさん、あなた様、私たちも負けないように頑張りますわよ。私が3人を見張っているのはお仕事としてよ。美冬さんや玉木さんからも頼まれてるし、絶対に気になるからとかそんな事情は挟んでないんだから。それにしてもあのガストンって男、本当に立ちが悪いわね。サレンさんにぶつかったり、秋野さんたちを転ばせようとしたり、彼に対抗心を燃やしてるだけってわけでもなさそうだわ。なんか引っかかるというか、まあただの勘だから確信はないけど、ちょっと調べてみようかしら。ああ、お仕事第一の自分が悲しいわね。では改めまして、雪合戦のルール説明をいたしましょう。男女一組のペアを、私が青バラ組と赤バラ組の2つのグループに分けます。相手の陣にあるフラッグを取るか、もしくは相手の組全員に雪玉を当てたグループが勝者となります。なおペアでは雪玉を作る方と投げる方に分かれ、共同作業を行うことになります。またペアは一心同体ですので、どちらか一人に雪玉が当たれば両方アウト。スポーツマンシップにのっとり、速やかに外野へ移動してください。それでは第1戦目の作戦タイムを始めてください。
私たちは青バラ組みたいね。それじゃあ早速みんなに自己紹介を。おっと、僕たちは運がいいね。憧れのサレンさんと同じ組なんてさ、ねえナンシー。私ナンシーって言います。サレンさんのインタビューが載った記事を読んで、夢を叶えるために実家を出ました。それに前にも一度お見かけしたこともあって、今回は同じ組としてよろしくお願いします。インタビューなんていつ答えたかしら。でも光栄だわ。こちらこそよろしくね。ほら、あなたも自己紹介しないの？あ、いや、ほら、そう、ただのおまけだし、どうぞお構いなく。確かウィルさんでしたよね。同じ組になれたのも何かのご縁でしょうし、仲良くしましょう。お構いなくって言ってるんだし、いいんじゃないかな。ほら、ナンシー、そこは冷たい風が当たるから、僕の後ろにいなよ。それじゃあまた。なるほどね。ねえ、ウィルさん、まだ諦めるのは早いんじゃない？パーティーは始まったばかりだし、挽回のチャンスはいくらでもあるわよ。オラはとてもそうは思えねえけど、でもあいつも諦めちゃダメって言ってくれて、あんたたち似た者同士なんだな。え？まあ幼なじみだからね、いろいろ合うのよ。それはともかく、みんなで赤バラ組に、秋野さんたちに勝つわよ。皆様、私は秋野ウィスタリア、赤バラ組として参戦いたしますので、どうぞよろしくお願いしますわ。とはいえ、私雪合戦をやるのは初めてなのですが、このシェルターに身を隠しながら敵陣を攻めればよろしいのかしら。って、あなた様？あ、どちらにいらっしゃいますの？先輩、この舞台裏なら青バラ組の石膏も来ないかと。よし、それじゃあ時間もないし手短に始めるぞ。この顔、覚えてないの？参加番号1番、うっちゃんだよ。確かに、2番目という中途半端な登場だったことは否めない。しかし、この僕の美しい顔を忘れたというのは下船な。ああ、早く僕だけの女神を見つけてこの昇進を癒してほしいよ。おっと、そうだった。いいかい、僕たちは青バラ組に勝ちたい事情がある。正確には、あのガストンという男に赤っ恥をかかせてやりたい。あいつさ、女の子を片っ端から口説いてさ、女の子たちももうメロメロなのよ。というか節度なくなくない？女の子たちにも失礼じゃん。僕も若干色男という点であいつとキャラかぶりをしていてね、女の子たちからはガストンさんの劣化版みたいな空気を感じるし、だからね、悠々しき事態だよ。ガストンさんに選んでもらえなかったって何人か帰っちゃったし、それで男が余ったから俺はこの先輩とペアになったわけよ。真剣に運命の相手を探してる俺ら、かわいそうだと思わない？そこで君の出番だ。ガストンの弱点を探る中、僕は気づいた。ダンスの時、君の読めない行動にあの男が初めて顔色を変えたことに。君こそあの凶悪な魔王を撃退できる唯一の騎士様だよ。でも正直ね、君の味方をするのだって嫌なんだ。なんせダンスの時、僕は憧れの秋野様をお誘いしたんだけど。
申し訳ありません。私このお方と決めている殿方がいらっしゃるので。俺もサレンさんにどうしてもって頭下げてお願いしたんだけどさ。誘ってくれてありがとう。でもごめんなさい。僕たちのつけいる隙間なんて少しもなかったから諦めたんだ。だから君は責任を持って僕らが新しい恋をできる手助けをしてくれ。そういうわけで赤バラ組絶対勝つぞ。そしてあの憎きガストンの花を明かしてやるぞ。おお。ということで皆様、この赤バラ組の力を結集して完璧な完全な勝利を手に入れますわよ。あなた様どちらへ行っておりましたの？私は赤バラ組の皆様と親睦を深め士気を高めておりましたのよ。皆様の気合も十分。さあ雪合戦とやらを始めましょう。相変わらず暑苦しいお嬢様だ。だがその自信もすぐに消え失せるだろうよ。なんたって赤バラ組の雪は青バラ組の勝利は確定しているんだ。こっちは適当に遊ばせてもらうよ。それでは両者ポジションについてください。では第一ラウンド始め。それではあなた様、私が雪玉を作りますわ。あまり綺麗に固まりませんわね。どうやればいいのかしら。おにぎり？私おにぎりを握ったことがありませんわ。とにかく手をくの字に曲げてこうですよね。あなた様アキノさんたちを倒せばあとは怖いものなしね。みんな攻めるわよ。ということで第一ラウンドは青バラ組の勝利です。第2ラウンドの作戦タイムを始めてください。あなた様申し訳ありませんわ。大丈夫って。はあ、私頼りないサポーターですわね。サレンさんにあんな大口を叩いておいてこのざまとは。あなた様がいくら優秀でも私がこの有様では次のゲームも。確かに私こういった細かい作業より投げたりする方が得意かもしれませんけど。え、おにぎり屋でバイトをしたことがある。なるほど、つまりこれは適材適所ということですわね。ならばあなた様次のラウンド絶対に勝ちに行きますわよ。それでは第2ラウンド始めてください。あなた様に作っていただいた雪玉、私が一級入魂の気持ちを込めて投げますわ。うわ、なあ、あんたどうやってこの柔らかい雪を固めてるんだ。あの、私にも教えてください。
殿、工夫でなんとかなるもんなんだ。これで戦力になりそうです。組織の強化に教育は欠かせません。あなた様、見事な働きぶりでしたわ。それでは皆様、共に参りますわよ。青バラ組のメンバーは次々倒されてるわね。計算し尽くした作戦も秋野さんたちを前にしたら形無しじゃない。私の居場所が知られてるなら移動した方がいいわね。ミルさん、ここは引いて別のシェルターへ。わかった。それじゃあ。うわ、やられたわ。これで全員ですので、私たち赤バラ組の勝利ですわ。これにて第2ラウンドは終了。それではいよいよ泣いても笑ってもファイナルラウンド。皆様、準備を始めてください。確かに余裕ぶってる場合じゃないわね。赤バラ組には細かい指示や作戦はないみたいだけど、やっぱり秋野さんを中心に協力関係が勝手に出来上がっていくわ。私じゃ到底できない、まさにカリスマってやつね。それなら私も。ミルさん、次は一緒に前へ出てくれる？わかっただ。なんて連中だ。あんな雪で本当に戦ってやがる。次で負ければ、いや、落ち着け。こんな時のためにもう一つ仕掛けを作っておいたんじゃないか。俺はこのパーティーが始まる何日も前から準備に準備を重ねてきた。お前たちとは本気の度合いが違うってことを教えてやる。それではファイナルラウンドスタートです。みんな、まずは守備に徹底して、今の陣を崩さなければ相手も下手に攻められないから。ナンシー、サレンさんが最前線へ行くみたいだ。心配だからちょっと様子を見てくれよ。それなら私も一緒に行くわ。原則ペアで動くのがルールみたいだし。ナンシーは真面目だね。少しぐらいなら大丈夫だよ。それに戦いが激しいから、やっぱり君はここにいてほしいな。すぐ戻るから。頼んだよ。さあ、秋野さん、勝負よ。まあ、サレンさんが出てきましたわ。つまり、私と一騎打ちをなさるおつもりね。受けて立ちましてよ。よしよし、こっちに気づいてないな。まずは邪魔な指揮官にご退場いただこう。どうしたの、ウィルさん。すまねえ、雪玉に当たっちまった。え、一体どこから狙われたの？後ろから飛んできたような気もすっけど、だども味方が狙ってくるわけねえし。サレンさん、どうすんべか。雪玉に当たったらアウト。誰に当てられたのかわからない以上、外野へ移動するしかないわ。牧野さんと勝負できなかったのは残念ね。まあ、サレンさんたちが外野へ出ていきますわ。どなたかが当てたということなのでしょうか。勝負ができなくて残念ですわね。ならば皆様、私たちに続いてくださいまし。一気に攻めますわよ。そう簡単にはいかない。サレンさんに代わって大将は僕が務める。さあ、青バラ組のみんなでサレンさんのあだを取ろうじゃないか。青バラ組が攻めてきたぞ。みんな
大将のガストンを狙え。無性に眠気が。急いで雪玉を補給するので待っててくださいね。あれ、なんだろう、口開けみたいに目がくすんで聞いてるな。青バラ組は赤バラ組全員に攻撃だ。風に無勢とはまさにこのこと。絶体絶命ですわ。これで青バラ組の勝利確定だ。どうせなら全滅ルートで赤フラッグもいただいていくぞ。すげえ、あの秋野さんを抑え込むなんて。サレンさん、どうしたんだ？うん、多分私気づいちゃったかも。気づいて見過ごすなんてことできないわ。だから先輩、ここも取り囲まれそうですよ。うるさいぞ後輩、敵に位置がバレるだろうが。あの二人、赤バラ組ね。よし。ああ、これは赤バラ組まずいわね。シェルターに罠を仕掛けるなんて一体誰の仕業かしら。動き続ければ大丈夫だと思うんだけど、秋野さん気づくかしら。罠？後輩、秋野様のところへ行くぞ。うし、うまくいったわ。サレンさん、その話が本当ならローズメンさんに報告した方がいいんでねえか。無駄ね。誰も気づいてないようだし、証拠を残すようなヘマを相手がするとは思えない。それに大丈夫よ、秋野さんたちならそんな卑怯も全部まとめてぶっ潰しちゃうんだから。というわけでシェル、どうやら赤バラ組のシェルターにはトラップが仕掛けてあるようです。なるほど、だから青バラ組のシェルターの一つを占拠し私たちを呼んだのですね。どなたの仕業かは存じませんが、私そのような卑怯に屈しませんわ。とはいえ状況は圧倒的に不利、私たちが勝つためには。あなた様、私フラッグを取りに行こうと思いますの。お付き合いくださる？さすがは私の。ね、これはまだ取っておきましょう。では僕たちもお供。いやー先輩すんません、当たりました。できなくてすみません。いいえ、ここまで助けていただき感謝します。このご恩は勝利をもってお返しいたしましょう。あなた様、参りますわよ。動じる必要はない、相手はたった二人じゃないか。四方から攻めて二人を取り囲むんだ。囲まれましたわね。ええ、短期で軍へ攻めればこうなって当然ですわ。ですが私たちにはこの一本道の他はありませんもの。私は勝ちます。そのためにもあなた様、お願いがあります。私ならできると、そうおっしゃっていただけませんか。ええ、そうです。私はアキノ・ウィスタリア、不可能を可能にする最強の商人ですわ。
4つの弾を同時に投げて4人に命中だと？どういう理屈だ。いや、今はそんなツッコミをしてる場合じゃない。ならば奥の手、こいつの出番だ。え、ガストンさん、いつの間に雪玉なんて作ったの？足りないなら言ってくれれば私が。次からはそうするよ。さあかかってこい。お前たちの雪玉は俺が粉砕してやる。いましたわ、青バラ組の指揮官、一騎打ちを申し込みます。せい。負けるわけがない。魔力を封じ込めて作った俺の魔球が、ただ力いっぱい投げただけのあんなしょぼい雪玉に。俺の魔球を一瞬で破壊しただと？どれだけバカ力なんだ。しかも人の顔にもろ雪玉をぶつけやがって。この借りはかなな。大将打ち取ったりですわ。さあ、あなた様進みますわよ。ということで、青フラッグをいただきました。私たち赤バラ組の勝利ですわ。まさに劇的、素晴らしい逆転劇でした。私ローズメンも最大の賞賛と敬意を送りたいと思います。純粋な賞賛というのは心地よいものですわね。あなた様も、私たち良いペアでしたわね。秋野さん、それにあんたもおめでとう。1対1の勝負はできなかったけど、次は負けないんだから。望むところですわ。ゲームをお楽しみいただけたようですね。そして赤バラ組の勝利は、まさにあなた方の力があってこそ。今回最も勝利に貢献したペアにはサプライズを用意しております。出かける支度をお願いします。出かける？出かけるとは一体どちらへ？特別な場所ですよ。なんて言われてましたけど、クリスタルマウンテンのてっぺんまで徒歩で登るなど、私聞いてませんわよ。捕まれとおっしゃいますの？そうですわね。あなた様は私の騎士となるお方、頂上までエスコートしていただこうかしら。意気揚々と挑んでみましたが、さすがにヘトヘトですわ。ですが、私はウィスタリア家の娘、どんな時もスマートに。しばらくこのままというのも悪くないかもしれませんわね。コフン、
あなた様、私改めて感謝しておりますの。あの時あなた様のサポートがなければ私は勝利をつかむことができませんでしたわ。私勝負ごとには負けない自信はありますけれど、やはりいつも絶好調というわけではありません。ですがあなた様と一緒にいると不思議と負ける気がしませんの。私はお父様を超える商人になるとそう決めております。ですから支えになってくださる方が必要です。できればあなた様にはその私のそばで。そう、騎士としてですわ。でも私それで満足なのかしら。それで本当にこのお方とソレンさんのような関係になれるのか。いえ、なりたいのですけれど。あの、ですからこれからもお願いしますわね。どうなりたいのかはわかりませんが、今はこのお方との特別なひとときを楽しみましょう。うん、やっぱりそうだ。青バラ組に配置された雪と赤バラ組に配置された雪、これは産地が違う。舐めたぐらいでわかるんすか。わかる。俺は別に先輩を疑ったりしてないんですけど、信じてもらえますかね。何を言うかではなく、誰が言うかということか。仕方ない、もう少し調べてみよう。絶対あいつが怪しいんだけど、証拠がね。ねえねえ、あなたたち。え？もしかしてガストンって男について話してる？だったら少し話を聞かせてくれない？皆様の愛は順調に育っているようですね。その証にご覧ください。魔法のバラはこのように開花が始まっております。ということで皆様が気づかれたその幸せをお裾分けしてみるのはいかがでしょうか。次のプログラムは料理対決。幸せな食事をテーマに協力して料理を作っていただき、ランドソルで暮らす20名のお客様に皆様の作り上げた愛を振る舞っていただきます。ちなみにジャンクフードから宮廷料理までどのジャンルに挑戦いただいても問題ありません。まあ魔物料理だけは控えていただければ幸いです。制限時間はこの時計の砂が全て落ちるまで。キッチンはこちらの広場に設置した設備をご利用いただき、材料は町で調達してきてください。今度こそ絶対私が誘うのよ。いつもみたいに買い物に誘うぐらいな気楽な感じでやるのよ、サレン。それでは皆様、共に幸せの料理を作るパートナーをお誘いください。ねえ、さっきは秋野さんに先を越されちゃったけど、今度は私と組んでもらえない？その知らない人と組むのは嫌というか、やっぱり気心知れたやつの方が安心するというか、つまりね、
私はあんた以外ダメというか、やっぱり今のはなしにして。え、あ、うん、あんたがそう言ってくれるなら。人材さえ確保できればこっちのもんね。ということで秋野さん、今度は私が勝つわよ。残念ですけれど、先ほどはサレンさんに先を譲っていただきましたし。わかりましたわ。では私も作戦を練らなくてはなりませんので、これで失礼いたします。なこの分だと秋野さんすぐに相手を見つけてきそうね。ところでさっきは二人でどこ行ってきたのよ。オーロラね。二人とも見るのが初めてだったならよかったじゃない。まったく嬉しそうにしちゃって。さーて、最近はスズメや子供たちに任せちゃってるけど、料理対決ならちょっとは自信あるのよね。しかもあんたぐらい通貨でやり取りできる相棒は心強いわ。確か私の手帳にレシピの紙を挟んでたはずだけど。あったわ、とっておきの家庭料理。子供たちにもよく作ったのよね。豪華さで勝負すると秋野さんに負けちゃうし、多少インパクトに欠けるとしても得意料理で勝負する方が差別化できるし、企画の方向性としては妥当なはず。楽しみって別にあんたが食べるわけじゃないのよ。まあ味見には付き合ってもらうけど。皆様、幸せな食卓を囲みたい相手を選んだようですね。それでは料理対決開始です。まずは食材調達からだけど。食材調達であれば私にお任せあれ。メルクリウス財団とウィスタリア家の人脈を使えば、高級食材でも珍味でもすぐに取り寄せてご覧に入れましょう。料理を作ることはできませんが、世界中のレストランを渡り歩いて培った知識と経験がありますわ。よって料理だけではなく、料理が彩る世界観、もちろん味までこの私がディレクションいたします。そして実際に料理を作るのは我がウィスタリア家のコック見習いを経て、今は修行の旅に出ているというあなたの成長。秋のオリジナルフレンチコースの完成をもって評価いたしますわ。わかりました、秋のお嬢様。ここで再会できたのも何かの縁。最高のフレンチ料理をご用意いたしましょう。期待しておりますわ。さあさあサレンさん、最高の食材、最高の人材、最高の環境を揃えている私とどう勝負するのか楽しみにしていましたよ。うわあ、キッチンから自分たちで用意してるわ。もう予想通りというか、相変わらず豪快よね。周りも若干引いてるし、でもこんなのはもう慣れっこよ。私は下準備を始めるから、あんたは買い出しに行ってきて。買うものは、よし、このメモに書いたお店で指定したものをお願いね。どのお店も私が取引に使っているお気に入りのお店なの。こういう時こそ懇意にしないとね。それじゃ頼んだわよ。いらっしゃい。おお、サレンさんのお使いだったか。いや、いつもお世話になってるよ。それじゃあこれ、品物な。ごひいき、ありがとさん。そうか、サレンさんと一緒にお見合いパーティーに。しっかりしてるから忘れそうになるが、あの子もまだ年頃の娘なんだよな。あんた、頑張れよ。交渉成立だな。
それじゃ約束の金だ。清き一票を頼むよ。さて次は。やあ君か。こんなところで偶然だね。君も買い出し中？あ、実は僕も知人から食材を譲ってもらってたんだ。ところで君はランドソル暮らしが長いんだよね。実は僕あまり街を出歩かなくてね。市場がどこにあるのかこの地図を見て教えてくれるかな。そう、ここなんだね。ありがとう。君はなんて親切な人なんだろう。それじゃお互い頑張ろうね。あ、ぶつかってすまない。曲がり角の君ってなんだあんたか。ああ、笑顔の無駄遣いだよ。ところでなんで葉っぱなんて持ってるんだい。メモ？ちょっと詳しい状況を教えてよ。なるほどね。それなら直前に会ったやつが怪しいよね。なんて、証拠がないんだからこんなことを言ってもしょうがないか。一旦戻って作戦を練り直すべきじゃない？それにしても怪しいよね。あいつはどこの誰と何を取引していたのか。僕は用事があるから行くけど、まあ頑張ってくれたまえ。あれ、お帰り。ずいぶん早い帰りね。え、メモをなくした？もう一度私がメモを書いて行ってきてもらうのもありだけど、往復の時間を考えるとそれは非効率ね。いいわ、あんたが持って帰ってきてくれた食材だけでどうにかするわよ。そんなに落ち込まないでよね。家庭料理ってのはありもので作るのがいいんじゃない。別の食材で代用すると時々思いがけない味に出会えることもあるしね。それに一番大事な材料は思いだもの。食材が少ない分、時間と思いをたっぷり込めて料理を完成させるわよ。どういたしまして。それじゃあまずは手を洗ってそっちの野菜を切っておいてちょうだい。おや、サレンさんペア、すでに料理作りに入ったようですね。秋野さんペアは。ダメですわ。このドレッシングでは食材の味が台無しです。この野菜は食材供給危機の問題を解決すべく我がメルクリウス財団が投資し、苦労に苦労を重ねて品種改良したもの。今回あなたの料理をもってこれがただの雑草ではなく新種の野菜だと皆様が認識を改めることになるのです。確かに癖のある味ですが、それを生かさないのは妥協ではなくてやり直しですわ。はい。こちらもバチバチと始めているようですね。ではあちらはどうでしょう。ガストンさん、お帰りなさい。こんなにたくさん。それにどれもいい食材ばかりだわ。手に入れるの大変だったんじゃない？まあちょっと骨は折れたけど、せっかく君が料理を作ってくれるんだ。楽しみにしてるよ。ええ、最高の煮込み料理を作るわ。別に料理の形をしていれば何だっていいさ。なぜなら事前に調査したリストをもとに過半数の審査員を買収済み。つまりこのゲームの勝者は最初から俺だと決まっているんだからな。懸念があるとすれば、あの男に現場を見られたことだ。まあ、あの様子じゃ気づいてないだろう。もしくは
そんなことを考えられる状況じゃないとか。しかし残念だな。メモをなくしたと知れば喧嘩の一つでも始めてくれると期待したのに。なら絆とやらをもう少し試させてもらおうか。仕込みは全部完了。しばらく弱火にかければ煮込み料理の完成よ。はあ、ずっと動きっぱなしだったし、向こうで休憩しましょうか。飲み終わったら作業場に戻って人数分の皿に乗せて飾り付けをして提供して、それで。すみません、あの二人の作業場から煙が出てるみたいですけど。本当だわ。周りに迷惑をかける前に行きましょう。サレンさん、煙がすごかったから火を消させてもらったんですけど、勝手にすみません。うん、謝るのはこっちの方よ。あなたたちの作業時間奪っちゃったわね。気にしないでください。それより二人が作った料理がその、まあ焦げちゃってるわよね。あんたに作ってもらったサラダも台無しみたい。火加減を間違えたのかしら。でも私そんな初歩的なミスはしないし。とにかく考えるのは後ね。残り時間はほとんどないわ。食材も全部使っちゃったし、本当に最初の最初からやり直しみたい。これは絶体絶命のピンチってやつかしら。ええ、そうよね。こんなことで諦めるなんて私らしくないし、それに秋野さんも勝負のステージで待ってるもんね。よし、やるわよ。ってことでコンセプトから考え直そうと思うの。もう一回煮込み料理を作るのはコストがかかりすぎるから。テーマは幸せな食事。豪華でなくても凝ってなくてもいい。大事なのは思いを込めて作れるもの。そうよ、私とあんたが大好きで、私とあんたの二人だから作れる料理あるじゃない。あんたは記憶喪失だし、私も記憶がぼんやりしてて思い出したのも本当につい最近だけど、でもちゃんと残ってた思い出をもう一度作ってみない？ええ、そうと決まれば材料集めから。でも今からランドソルの市場に行くんじゃ間に合わないわ。だったら、上出来ですわ。この短時間によくやってくださいましたわね。俺も自分の限界を超えて人生で一番の最高傑作ができました。秋のお嬢様のおかげです。それでは急いでローズメンさんへお届けしましょう。最後の最後までこだわり抜いた、私たちが最後のはずですから。おい、向こうで何か問題が発生したみたいだぞ。なんでも火加減間違えて失敗しちゃったらしい。でもまだ諦めてないみたい。もう時間もほとんどないのに。サレンさんたち間に合うといいわね。まあ珍しいこと、あのサレンさんがトラブルだなんて。ここは大親友である私の出番かしら。あの、そのことでちょっとお話が。実は小耳に挟んでいただきたいとっておきの情報がありまして。あら、あなたたちは赤バラ組の時の。よくわかりませんが、とりあえずお話を伺いましょう。誰も余らせてないみたい。でもそうよね、時間制限があるんだから最低限の食材しか用意しないわよね。あいつの方はどうなってるかしら。話は聞いたよ。火加減を間違えちゃったならしょうがないよね。協力したいのは山々だけど、
こっちも食材は残っていないんだ。ごめんね。自分をはめた相手とも知らずにありがとうとは、ほんとおめでたいやつだ。せいぜい頑張ってくれ。さて、料理も完成したことだし休憩しようか。君はここで待ってて、飲み物を持ってくるよ。ええ、ありがとうガストンさん。食材こんなに余ってるのにどうしてあんなことを。でもガストンさんのことだもの、きっと何か理由があるんだわ。そうに決まってる。だけど、あ、そっちはどうだった？そう、なら次ね。私はこっちから声をかけるから、あんたはあっちをお願いね。先は長いけど、まずは小さな一歩から。まだ実業家としては赤子同然だった頃を思い出すわね。取引してもらえるように一軒一軒回って、毎日毎日断られ続けて、それでも諦めなかったから今の私がいる。あいつと一緒に絶対に焼きそばパンを作るんだから。このイベントのテーマは幸せな食事。皆様、どうか食材の寄付を、皆様の幸せを私秋野にも分けてくださいませ。秋野さん。おお、サレンさん、ちょうど良いところへ。ご覧になって、皆様からいただいた食材です。無論私からも何点か譲らせていただきますわよ。なんで秋野さんが。とにかくちょっとこっちに。サレンさん、のんきにお話ししている場合ではないはず。あなた方は一刻も早く食材を集めなくてはいけないのに。やっぱり私たちのため。やめて、こんなことで秋野さんに借りを作るなんて。貸し？これぐらい貸しにもなりませんわ。それに大親友が困っているのを見て手を差し伸べたいと思うのは間違っておりまして。え？雪合戦の件もルイスさんたちから話を伺いましたわ。あなた、私たちを助けてくださったのでしょ。それならそうとおっしゃってくださればよかったのに。何のことかしら、なんて今さらわざとらしいわよね。ごめんなさい、隠したかったわけじゃないんだけど。謝罪はいりません。代わりに私の手助け受け入れてもらいますわ。秋野さん、ふん、ありがとう。あのお話中ごめんなさい。あれ、ナシさん、これよかったらどうぞ。せっかくの食材を余らせるのは嫌だし、サレンさんの力になりたいんです。そっか、本当にありがとう。あなたの気持ち受け取らせてもらうわ。お帰りなさい。え、両手に抱えてるのって全部食材？すごいじゃない。これだけあれば十分でしょう。あとはこの好機を生かせるかどうか、お二人次第。ええ、時間がなくても手は抜かないわよ。ということで、まずは手を洗ってきて。そろそろ時間のようですね。サレンさんペアの料理は。はいはい、20人分用意したわ。もちろん品質にも自信ありだから。間に合ったようですね。何よりです。
それでは早速審査員の皆様に感想を伺ってみましょう。ああ、煮込み料理じゃない、故郷を思い出す味よね。私はナンシーペアに一票入れるわね。東西南北三つ星レストランを渡り歩いてきたこの私を満足させる料理がランドソルにあったとは、私は秋のペアに一票を入れよう。うわぁ、焼きそばパンに入ってるお野菜全部違うよ。本当だ、お母さんのパンには星形の人参が入ってるわ。お母さんもよくこういうの作るでしょ。これはね、愛情の魔法なの。だからかしら、とっても美味しいわね。それじゃあ私たちはサレンペアに一票入れましょうか。と、どの料理も大好評。今回特に出来栄えが良かったのは秋野さんペアでした。当然ですわ。ですが、それは前置きですわね、ローズメンさん。はい、今回のテーマは幸せな食事。皆様がそれぞれ懐かしそうに、そして幸せそうに食べていたのはあの焼きそばパンでした。信じられない、そんなのただのジャンクフードじゃないか。こんな結果納得できないぞ。納得できないとしても票の数が全てでございます。というわけで今回の勝者はサレンさんペアです。私たち勝ったの？ええ、そうですわよサレンさん。今回は私の乾杯ですわ。そっか、ふん、秋野さんが力を貸してくれたおかげよ。それとあんたも最後まで一緒に頑張ってくれてありがとう。私の完璧なそして強い勝利へのこだわりはお二人だけの思い出を前に破れたのです。あの優しいお方は私についてきてくださるけれど、今思えば私が一方的に慕っているだけ。私の規約もずっと断られてきましたわ。私はそれがずっと不安ですの。まるで私たちの未来はここまでなのだと、そう告げられているようで。だからこそ今回で決着をつけねばなりません。このお方と前へ進むためにも。なぜ俺の票が少なかった？買収した連中は一体何をしていたんだ？まさかあの男に作戦がバレたのか？何が起こっている？計画がめちゃくちゃだ！ごめんね、ガストンさん。私の力が足りなかったせいで。ガストンさん。優しい優しいハニーちゃん。この俺の目を盗んで敵に手を貸したな。使えない奴に愛想を振りまくほど俺は暇じゃない。なんであれ、俺がまだここにいるということは誰も俺の正体に気づいていないということだ。次がラストチャンス。意地でも成功させてやる。さて、お二人にサプライズデートをプレゼントいたします。どうぞこちらへ。どこへ行くかと思えば王城の別館とはね。確かにここは一般人立ち入り禁止の特別な場所だけど、元副団長だった身としては懐かしい場所というか、それに昔の同僚や部下と鉢合わせしたら気まずいわ。ねえ、町へ出てちょっと買い物でもしましょうよ。ランドソルの町もすっかりクリスマスに模様替えね。
間限定のお店もたくさん出店してるし。あそこの服屋半額セールやってるわ。今年はまだ子供たちやスズメに新しい洋服を買ってあげてないのよね。ちょっと覗いてもいいかしら。なんて言ってる間にすっかりバーゲンセールに乗り込んじゃったわね。って荷物持ちごめん。どこか座れる場所、時期が時期だからどこのベンチや飲食店も人がいっぱいね。そうだわ。ねえ、こっちついてきて。どう？この場所私だけの穴場スポットなの。冬場だと噴水へ来る人なんてほとんどいないし、息抜きにはちょうどいいでしょ。ほら、ちょっと一人になりたい時とかあるじゃない。家に帰ったら笑顔でただいまって言いたいし、スズメや子供たちに心配かけたくないし、だからここだけがただのサレンになれる場所だったけど、でもあんたと一緒にいろんなことを思い出してからはここへ来る必要もなくなったのよね。その意味わかる？とあんたスカーフが崩れてるじゃない。ほら、直してあげるからこっち寄って。うん、これでよし。せっかくタキシードをもらったんだから着こなしてあげないとね。そのいろいろあって言い損ねたけど、よく似合ってるし、なんというか執事とか合いそうね。男性陣の中じゃ人気なかったけど、あんたなら何にでもなれるし、どこにでも行けちゃうわ。そういう意味じゃないんだけど、でもこの先どんな未来が待っていても、あんたにとって帰る場所はあの救護院なのよね。だったらそれだけで私は満足よ。これからもずっとずっとよろしくね。これでいいのよ。これが私の正直な気持ち。変わらない関係が私の幸せ。という感じで、ガストンは終始無言でした。まさに想定外だという怖い顔をしながらね。いやー、さすがゆかり姉さんっすね。審査員が買収されてると推測して事前に総入れ替え、おかげでガストンの企みは阻止されたんですから。でも買収された人たちは結局誰に頼まれたのかは口を割らなかったのよね。だから証拠はないの。それに玉木さんたちの報告通りなら、あいつの正体は。ねえ、あいつがランドセルへ入国してから今日までの間、一体どこで何をしていたのか調査したいの。あなたたちも手伝ってくれない？もちろん報酬は弾むわよ。次のプログラムは脱出ゲーム。迷宮にはまだ多くの謎とトラップが残っておりますが、相手の方を信じ、共に困難を乗り越え、芽生えた愛を確かめ合っていただきたいと思います。なお、こちらが最後のプログラムとなります。一度もお誘いできなかったあなたも、これがラストチャンス。三角関係でも六角関係でも、どうぞ後悔のないようお楽しみください。
最初にゴールにたどり着いたのが例えば3人だった場合、勝者はその3人になるということですか？はい、勝者はその3名の方です。しかし最後はどちらと結ばれたいのか、その意思を伺うことにはなるでしょう。では私たちが最初にゴールした場合、サレンさんか私、どちらかをこのお方が選ぶことになりますのね。選ばれた方が魔法のバラを手に入れる。勝敗じゃなくてこいつの意思で全部決まるんだわ。これがこのお方と特別な時間を過ごす最後の機会。それならあなた様、一つお願いがありますの。私の騎士になることを本気でお考えになっていただきたいのです。料理対決の時、私はお二人を見て羨ましいと感じました。それで気づいたのです。お二人が幼なじみという特別な絆があるように、私もあなた様との絆に名が欲しいのだと。だからこそ私の騎士になっていただきたいのです。秋野さん、今すぐ答えは出さないでくださいませ。そうですわね。ではパーティーの最後、あなた様のお気持ちをお聞かせください。では私はこれで失礼しますわ。秋野さん、どこ行くの？そうでしたわ。これから共にダンジョンへ挑むというのに失礼をしてはいけませんでした。私ったらかっこ悪いですわね。秋野さん、顔が真っ赤だしちょっと震えてる。そうよね、秋野さんすごく頑張ったのよね。かっこ悪くなんてないわよ、秋野さんらしいっていうか、まっすぐ思いをぶつける私には真似できないわね。いつも強がってるけど本当は弱虫で臆病な私には。秋野さんは私たちを羨ましいって言ったけど、私は秋野さんが羨ましい。だって私たちはもう家族って名前がついちゃってるんだもの。そんな私が何か変なことを言ってあいつとの関係が壊れるぐらいならこのままがいいわ。だから幼なじみとして家族として私はあいつの幸せを願うの。それがあいつと私の関係だから。それならやっぱり私は明野さんを応援しないとね。これがラストチャンス。パーティーが終われば連絡先も交換してねえ俺は二度とナンシーさんに会えねえ。ここは勇気を出してなんて簡単にはいかねえよ。やっぱ俺には、あいつなんでこっち見てんだ。なんか物言いたげな目してっけど、でもそうだよな、雪合戦の時も料理対決の時もあいつは最後まで諦めなかった。頑張ってから諦めても遅くねえよな。あのナンシーさん、お話があんだども。思いのまま相手の方を選ばれたようですね。なおスタート地点はそれぞれ異なります。果たして最初にゴールへたどり着くのは誰なのか。私は一足早くその場所でお待ちしております。私たちのスタート位置はこちらの部屋みたいですわ。狭くてジメジメしてて
不気味なところですわね。迷子になってしまったら私脱出できる自信がありませんわ。大丈夫よ、私たちがついてるんだから。でもそうね、秋野さん、私とこいつの真ん中にいればいいんじゃない？え、それはフェアではありませんわ。このお方にこそ真ん中へ来ていただいた方が。いいからいいから、私がマップを見るから、あんたは秋野さんが迷子にならないようちゃんと見ててあげなさいよね。サレンさん、一体どういうつもりかしら。まさか私の背中を押してくださっているの？よく考えてみれば、サレンさんはこのお方のことをどう思っているのかしら。本当に幼なじみとして慕っているだけ？それとも、この部屋のどこかに次の部屋へつながる仕掛けがあるはずなんだけど、赤色のスイッチなんてどこにあるのよ。赤色のスイッチ、ああ、サレンさん、もしかしてこのレバーのことではありませんの？よいしょっと。あ、ただの壁かと思ってたら隠し扉じゃない。このダンジョン、芸が細かいわね。ちょっと油断できないっていうか。私先に参りますわ。暗くてよく見えませんわね。どこかに明かりのスイッチがないか探してみましょう。秋野さん待って、私も行くわ。あ、また扉が動いてる。ええ、そうした方が良さそうね。秋野さん戻りましょう。わかりましたわ。暗くてよく見えませんわね。何か踏んづけてしまいましたわ。ダンジョン内に張り巡らされた管に魔道具をセットすれば、よし、これでダンジョン内の手動装置はハックした。今からこの俺がダンジョンの支配者だ。手始めにあの3人を他のルートへ誘い出して閉じ込めれば、もう脱出はできまい。あとは最短ルートを探してゴールすれば大逆転だ。ガストンさん、何をしてるの？ナンシーか、どうしてここへ来た？ごめんなさい、彼と二人きりっていうのがちょっと気まずくて。ああ、君の後をついて回るあのウィルって男か。ナンシー、中途半端な優しさは残酷だよ。ガツンと一言、迷惑だって言ってあげなくちゃ。そうよね、相手に失礼よね。それにあなたにも。そう、その通りだよ。僕たちの愛が本物だってことを教えてあげないと。それが分かってるならもう大丈夫だね。僕はここで待ってるよ。優しいナンシーのことだから追い払うまで時間がかかるだろう。これでしばらく集中できそうだ。また道が二手に分かれていますわ。右左、どちらかしら。ああ、早くあのお方と合流しないといけないのに。秋野さん、大丈夫？あ、
壁にぶつかってしまったのですね。サレンさんこそ大丈夫なわけがありませんわよね。私がトラップを踏んでしまったばかりに、あなたが被害に。気にしないで。確かに妙な煙のせいでちょっと視界が悪くなったけど、多分水で流せば平気だから。それに秋野さんが手を引いてくれてるし、あとはあいつと合流すればなんとかなるわよ。ですが自信がありませんわ。サレンさんも私がどれほど方向音痴なのかご存知でしょう。はあ、サレンさんではなく私が害を受けていれば。秋野さん、弱気になってるわよ。あいつはきっと必死に探してくれてるわ。あいつって普段はぼんやりしてて頼りないように見えるけど、人が悩んだり落ち込んだりした時に限って現れちゃって、悔しいけどそういうかっこいいやつだもの。あいつが諦めない限り私たちは絶対に合流できるわ。だから私たちも諦めずにあいつのことを探しましょう。サレンさんはお強いのですね。いいえ、信じているからこそ強くなれるのでしょうか。それはそうかもしれないわ。昔の私って泣き虫だったし、でもあいつがいつも助けてくれるって思ってたから勇気を出すことも怖くなくなったわね。サレンさん、やはりとても大切なお方ですのね。幼なじみ以上に。だから本当に大丈夫だと思ってるわ。秋野さんならあいつのところまでたどり着けるから。ほら、今はちょっと頼りないけど私もいるじゃない。サレンさん。そうですわね。私進みますわ。ごめんなさい。私はやっぱり彼が好きなの。同じように夢を持っていて、そのために頑張ってるガストンさんが。だからこれ以上一緒にはいられない。そうか、そんじゃしょうがねえよな。わかった、ちゃんと話してくれてあんがとな。ほら先に戻るよ。やっぱ振られたか。けど止まったままの方がきっと後悔してた。だから勇気を出してよかったんだ。あいつにそう言って俺を言わねえとだな。なるほど、今はここにいるのか。ならあっちのトラップとつなげてやれば永遠にさまようがいいさ。あいつさっきから何やってんだ。ナンシーさんも一人ぼっちにしておもちゃなんかいじってガツンと一言言ってやらないと気が済まねえ。おい、あんた。すまねえ、そんなびっくりされっとは。その落としたおもちゃは大丈夫か。なんか割れてっけど。なんてことだ、お前これがどれだけ貴重な魔道具だと。ああ、一体どこの部品が破損したんだ。ナンシーさんの悲鳴、今行くぞ。で、なんだその落とし穴。ナンシーさん、すぐ助けるからって話したらダメだぞ。助かりました。なんで急に落とし穴なんか。私にも分かりません。急に床が開いて、それで。そういえばガストンさんは大丈夫。くそ、くそ。
治らねえ。この魔道具欠陥品だったんじゃないのか。計画が全部台無しだ。バストンさん、今ものすごく揺れたけど、アキノさん何が起こったの？私何もしていないのに隠し扉が開きましたわ。向こうから誰か走ってくるようですけれど。あんた！ああ、よかった、ようやく合流できましたわ。それはそうと、あなた様、サレンさんは今目が見えにくい状態ですの。どこか水場を見かけませんでしたか？え、あんたすごいじゃない。つまりそこにローズメンさんもいるのよね。そこで水ももらえるだろうし、早くゴールしちゃいましょうよ。では一緒に参りましょう。その前にサレンさんの片側は私が護衛いたします。あなた様は反対側でしっかりサレンさんの手を握ってくださいませ。別に私はいいわよ。サレンさんもしっかり握らないと転ぶことになりますわよ。さ、あなた様、ゴールに向かって全力疾走ですわ。え、嘘でしょ、あんたも本気でやる気じゃ。再会できたのですね。素晴らしい愛の絆、そしておめでとうございます。あなた方が一番目の到達者ですよ。本当ですの？あなた様、サレンさん、聞きまして？ええ、聞こえたわよ。ふう、ローズメンさん、お水をありがとうございます。ようやく見えるようになった。って、あんた、その背負ってる風呂敷は何？本当ですわ、中に一体何が入っておりますの？まさか迷宮で発見したお宝とか？え、キノコ？なぜそんなものを持ち歩いていらっしゃるの？ご存知の通り、この方はゴールへたどり着いた後、お二人を探しに行くと言われ、再び元の道へ戻ることになったわけですが、その時、二人が見つかるまで何日かかるかわからないからと、私の風呂敷にこちらのダンジョンに生えていた大量のキノコを詰め込まれたというわけなんです。つまり私たちを見つけるまでここを出ないつもりでしたのね。そうでしたか。キノコを見てると思い出しますわ。あの時も私、証拠りもなく迷子になってあなた様にご迷惑をおかけしましたわね。私は落ち込んで、あなた様の他にこんな私を助けてくれる人がいるのだろうかなんて弱音を吐いてしまいましたが、あなた様は言ってくださった。私を助けてくださる方はいるのだと。だから、ええ、あなた様、確かにおりましたわ。私を助けてくれる世界で一番素敵な大親友が。それってもしかして私のこと？いやーね、秋野さん、大げさよ。って、秋野さん、ちょっと泣いてるの？ちょっと力が抜けて涙腺まで緩んでしまったようですわ。私は今とても安心していますの。
私もう子供ではありませんことよ。ですがあなた様ありがとうございました。私が入れない二人だけの絆、いい雰囲気じゃない。そうよね、私の知らないあいつの思い出があって当然じゃない。でもどうしてかしら、今のあいつの笑顔、私はいつもその笑顔に元気をもらってるけど、今はあいつの笑顔が遠くてちょっと寂しい気持ちになるわね。目をそらしたいっていうか、そっか、私秋野さんを応援するって決めたけど、でも今さら後悔してるのね。皆様、最後のプログラムはいかがでしたでしょうか。しかし私は確信しております。皆様は困難を乗り越え真実の愛にたどり着いたのだ。クリスマスツリーをご覧ください。美しい魔法のバラが開花いたしました。そして一本の魔法のバラがこちらのケースに飾られています。選ばれし一組のペアを祝福する愛の証が、イベントが最高潮に達したところでいよいよ発表いたします。この中で最も愛を感じるただ一組のペアを。その前に一つ私よりお話しさせてください。実はこの舞台の裏側では彼らに様々な困難が降りかかりました。しかし絆をより一層強く結び直して立ち向かい、私に愛の可能性を見せてくださいました。私はそのペアにこそ賞をお送りしたい。ですがその絆を見せてくれたのは一人の紳士と二人の淑女でした。私には選ぶ資格などありません。ですから選んでいただきましょう、彼に。ええ、あなたですよ、シンデレラボーイ。あなたは二人の女性との間に確かな愛を見つけました。これから共にその愛を育みたい方へこちらのバラを渡してください。ですがその前に二人の淑女にも伺ってみましょう。彼のバラを受け取る心の準備はできていますか。私は覚悟を決めておりますわ。私はここで辞退すべきよ。秋野さんを応援するって決めたんだから。だから、サレンさん、一体何をためらっていらっしゃるの。まさか私に譲ろうと。あれほど強くこのお方を思っていながらまだと伺ってはみましたが、まずはセレモニーに向けて準備をさせていただきます。セレモニーの再開は月が昇る頃に。お三方、舞台でまたお会いしましょう。さて、そろそろお時間ですね。ここにいるのはシンデレラボーイとそして秋野さんのみ。では先に秋野さんより思いを告白いただきましょう。わかりましたわ、あなた様。どうかお聞きになって。私はこれまで
ミスタリア家の娘として立ち振る舞ってきましたが、今日だけはただの秋野として心から笑うことができました。あなた様に対する思いを全てお話しすることはできませんが、ただ一つお伝えできるとすれば、私あなた様と一緒にいろんな思い出を作っていきたいのです。あなた様の気持ちをそのバラで教えていただけますか。秋野さんの思いはシンデレラボーイに伝わったようですね。そして残念ではありますが、サレンさんは現れないようなので、シンデレラボーイ、そのバラを彼女に。いいえ、もう少しだけお待ちください。彼女はここへ来ます。必ずです。サレンさん、あなたはどちらにいらっしゃるの？早くいらっしゃらないとこのお方のバラを受け取ってしまいますわよ。秋野さん、ごめんなさい。やっぱり私こんな半端な気持ちじゃいけないわ。だから私はこのまま消えた方がいいのよ。あれ、この跡地って前にパン屋さんがあったところだったわね。仕事帰りに焼きそばパンを買うのが楽しみだったんだけど、私ったら薄情ね。通り過ぎるまですっかりそんなことも忘れちゃって。そういえばあいつともここで会ったのよね。その後も何度か再会して、お互い幼なじみだったことを思い出した。思い出さなければこんなに悩むこともなかったのかしら。ううん、私は別に幼なじみだから好きになったわけじゃないわ。好きになったからあいつがあの幼なじみだったらいいなって思ったの。ねえサレン、あなたはここのパン屋みたいに懐かしいって思うような、そんな思い出になっていいの？そんな綺麗な過去になって満足なわけ？そんなわけないじゃない。あいつが変わるなら私も変わりたい。一緒に変わって一緒に同じ未来を見てみたい。でも今さら、ううん、もう十分悩んだじゃない。ならあとは行かなくちゃ。ここまでにしましょう。それではシンデレラボーイ、秋野さんにバラを。待って、私も伝えたいことがあるわ。おお、これは。どうぞ壇上へお上がりください。もうサレンさん、遅かったではありませんか。どこで寄り道をしておりましたの？ごめんなさい、私も珍しく迷子になっちゃって。でももう大丈夫だから。それと二人とも待っててくれてありがとう。あんた戸惑ってるわよね。私も同じだから心配しないで。とにかく私が伝えたいのは前と一緒、これからもよろしくってこと。それとちょっと追加、私ね、ただの幼なじみってだけじゃなくて、あんたといろんな可能性を探していきたい。あんたと私の特別な未来を。言ってる意味伝わってるかしら。伝わってるならそのバラ私にもらえない？サレンさん、わざと普段通り振る舞っていますけど、顔が真っ赤になってますわよ。
もう茶化さないでよね。私だって必死なんだから。ええ、分かっていますわ。でもこれでようやく私たち同じ場所に立てましたわね。ええ、待たせて悪かったわ、秋野さん。それでは運命の選択を始めましょう。シンデレラボーイ、あなたはどちらにバラを渡しますか？バラはこの一本だけです。それはそうなのですが。あんた、ローズメンさんを困らせちゃダメじゃない。魔法のバラは一本しかもらえないんだから。でも私たちらしくていいんじゃない？だって三人ともようやくスタート地点って感じだしね。ええ、そういうわけですから、ローズメンさん、その魔法のバラの出番はまだ先になりそうですわ。そうですか。このような形で終わるとは思っていませんでしたが、これもまた愛。この大団円をもって本イベントは。ちょっと待った！ゆかりさん、なんでこんなところに？ちょっとそんな堂々と舞台に上がってどういうつもりですの？どういうつもりって決まってるでしょ。そのバラは私がもらっていくわ。え？へバイトというのはこちらのスタッフでしたの？それにバラを横取りしようとは一体どういうおつもりで？ゆかりさん、私からも言わせてください。確かにあなたにはイベントを盛り上げるキャスト役もお願いしていますが、ちょっとやりすぎではありませんか？そのバラをできるだけ大きく空に向かって投げて！みんなは今すぐ伏せて！どうやら冗談ではないようですわね。皆様、ゆかりさんを信じて言う通りにしてくださいませ！何が起こったのか全く理解できていないが、とにかくゆかりさんって人のおかげで助かったみたいだぞ。まあ自分の仕事をしたまでよ。みんなが、君が無事でよかったわ。本当にゆかりさんがいなければどうなっていたことか。でも
魔法のバラが爆発するなんて。まさか魔力が暴走したとか。魔法のバラに暴走するほどの魔力はありません、ゆかりさん。あれは正真正銘の爆弾だったということでしょうか。ええ、実はそうなの。私たちはずっとある男について調べてたんだけど、びっくりなことがいろいろ分かって、さてどこから話していこうかしら。ローズメンさんが言ったように、あの魔法のバラは偽物、次元爆弾だったの。本物のバラは盗まれたわ。まさか魔法のバラを盗むためにこんな大掛かりなことをしたってこと？だとすれば一体どこの誰が。ガストンよ。というよりガストンの偽物ね。本物の方と会ってきたけど、パーティーの存在すら知らなかったわ。おそらく手紙を盗んだんでしょうね。偽物？ガストンさんではないとすれば本当に何者なのですか、彼は。本名も本当の顔も不明。世界中の美術品や骨董品を盗む賞金首の大泥棒よ。盗まれた品は数百にも及び、犯行後はいつも会場を爆発させて現場が混乱している間に姿を消すの。ややこしいからこのままガストンって名前で呼ばせてもらうけど、ガストンは魔法のバラを手に入れる準備を進めていたわ。別の顔と名前を使ってパーティーの前夜に美術スタッフとして潜入、イベントの計画書も入手してゲームで有利になるよう細工したの。最初はゲームに勝って堂々とバラを手に入れるつもりだったけど、あなたたちの活躍でその計画も失敗。だからあいつは予備の作戦を決行したわ。セレモニーの前、ローズメンさんが魔法のバラをスタッフに預けることは知っていた。だからスタッフに変装してすり替えたの。ちなみに本物のスタッフは倉庫で眠ってるところを保護したわ。ペアを組んでたナンシーさんに聞いたところ、脱出ゲームが終わった後ガストンは行方不明になっていた。その頃ガストンの隠れ家からバラの小型爆弾を発見したってタマキさんから報告をもらったの。それで会場に近かった私が慌ててこっちへ急行したってわけ。ゆかりさんのことですからガストンの行方はつかめていますわね。ええ、美冬さんとタマキさんの二人が追っているわ。捕まるのも時間の問題。大きな事件にもならなかったし、このままパーティーを続けても問題は。ゆかりさん、まずいですよ。会場に設置されていた雪だるまが突然動き出しました。しかも参加者を狙って攻撃してます。これって絶対あいつの置き土産ですって。次から次へと。今度はあのでっかい雪だるまで証拠を抹消するつもり。ゆかりさん、私たちがあの雪だるまを止めます。その間に皆様の避難誘導を。分かったわ。あなたたち、秋野さんたちを手伝ってあげてくれる？え？僕もですか？美しい女性に頼まれてしまったからには仕方がありませんね。むしろあいつをガストンだと思ってボコボコにしてやりましょう。あの人がこんなひどいことをしているの、そのために全てを、私を利用したの。でも私も同罪だわ。だって一番彼のそばにいたのは私だもの。気づく機会はいくらでもあったのに。でも私は自分の恋に夢中で。ナンシーさん、そんなとこで何やってんだ。
ここにいたらあの雪だるまの化け物にやられちまうぞ。早くゆかりさんのとこさ行かねと。ウィルさん、私なんか助けようとしなくていいのよ。こんなバカな私なんて天罰が下ればいいんだわ。ナンシーさん、それはダメだ。悪いのはあいつでナンシーさんじゃねえし、ナンシーさんが怪我しちまったら俺は悲しい。あん時はちゃんと言えなかったけど、俺はナンシーさんのことが大好きだからさ。そういうことだからナンシーさんはちゃんと逃げてくれよ。ウィルさん、どこへ行くつもりなの？そっちはあの雪だるまが。オラに勇気をくれた人が戦ってんだ。だから今度はオラが助けねえと。大丈夫、いつも凶暴な牛の相手をしてっから。それじゃあ。牛って一般市民なのにそんな危険なところへ行くなんて。ナンシー、そういう人たちを守るあなたが悲劇のヒロインぶってメソメソ泣いていれば愛じゃないわよ。私も戦わなくちゃ。このリボンの持ち主に恥じないように。雪でできてるんすか？実は中に石とか入ってるじゃないすか。ほら、あいつそういうの平気でやってくるじゃないすか。口数が多い。ほら、相手がひるんでいる間に攻撃する。サレンさん超スパルタス。でも俺はかなり頑張ってる方ですよ。先輩なんて。ちょっと休憩。あんな格好つけてるのに先輩超弱ですね。うるさい、僕の武器はこの頭脳なんだよ。そもそも貴族様にこんな肉体労働できるわけないだろう。いや、そうは言いますけど、あれ。の手厚いおもてなしはまだこれで終わりではなくってよ。あれは秋野様だからな。なのにあの雪だるま全然倒れる気配を見せないし、これはちょっとピンチなのでは。諦めねえぞ。ウィルさん、避難しなかったの？ここは危険よ。でもオラだけじゃねえんだ。ほら、デブタントシャングリラにご参加の皆様、私ローズメンよりお知らせいたします。これより始まるのは特別なプログラム、スノーマン討伐でございます。皆様どうか力をお貸しください。よう、あんた俺を覚えてるか。グループお見合いの時あんたが場をつなげてくれたから彼女ができたんだ。そのお返しをさせてもらうよ。あの私も一人で心細かったんですけど、あなたが話しかけてくれたからセリーちゃん仲間ができたんです。大切なこのパーティーを壊されたくありません。だから。そういうわけで私も参戦するわ。大丈夫、誰一人怪我なんてさせないから。そっか、あんたが繋いだ絆は私たちだけじゃない、みんなとも繋がってたのね。さすがだわ。私、やる気がさらにみなぎってまいりましたわ。皆様で心を一つに、あいつを倒しましょう。え、それじゃあ、私がみんなの身を守るわ。だから攻めて攻めまくって。
しゃ先輩、あいつの足を狙いましょう。いいね、徹底的にスネを狙ってやる。そりゃあ、オラたちも行くぞ。皆様の一点集中攻撃効いていますわ。このチャンスを逃してはなりませんことよ。ええ、ゆかりさん、どこかに弱点があると思うんだけど、どこを狙えばいい？頭の部分にあるドリルが見える？あれが手動装置よ。壊せば止まるわ。キャー！故障して暴走状態になった？みんな危ないから下がって。腰が抜けて動けねえ。まずい、潰される。ウィルさん、やすんげえ、一撃であの雪だるまに穴開けちまった。大丈夫ですか？どうぞ私の手に捕まって。へえ、ありがとうございます。でも、なんでこんなところにナイトメアの団員さんが？ミエルさん、大丈夫？あなた、誰かの要請で駆けつけてくれたの？にしても、ずいぶんと早い到着ね。どこの部隊の人？名前は？は、サレン元副団長、ナンシーです。知らなかったとはいえ、あの男にまんまと利用され、悪事に加担しようとしていた愚かな自分を清算しに来ました。ナンシーさんなのか？はい、私はサレンさんに憧れて団員となりました。あなたが拾ってくださったリボンもサレンさんが落としていったものをそのままお守りにしていたんです。将来の夢もサレンさんのような騎士になることでしたが、いえ、余計なことを話しました。それよりもどうぞ化け物にとどめを。そうね、ナッシーさんはミルさんを連れて避難して。私たちはこのままあいつを叩くわ。それと生産なんてしなくていいから、偉くなったら会いに来て。もちろんそのリボンでおしゃれしてね。応援してるから。サレンさん。はい。サレンさん、ユカリさん、あなた様、フィナーレを飾る準備はよろしくて。私はいつでも。それじゃあ、あんた、お願い。聖なる盾よ、彼女たちを守って。待つにゃ、前には行かせないにゃ。あら、引き返せないわよ。それとも私の相手をする？しつこい連中だ。だが俺に近づくなよ。じゃないとこの爆弾を。そうだ、そのまま下がれ。対策も講じていないとは、間抜けな連中だ。アバよ。今魔法のバラが光ったか？いや、気のせいか。雪だるまの頭がこっち飛んでくるにゃ。うっ、
この後に及んでそんな子供騙しとは。そんなバカなことがあるわけ。まさか雪だるまが爆発してクリスマスツリーが燃えちゃうなんて。つまり魔法のバラは全部なくなっちゃったのよね。ええ、もちろんあれは貴重なツリーではありますが、皆様にとっては共に愛を育んだ大切な思い出そのもの。落ち込んでいらっしゃる方もいましたわ。いくら超超お金持ちの私でも黒焦げのバラを元には戻せませんし、こればっかりは誰にもどうにもできませんわ。でも悪いニュースだけじゃないわ。ほら、あのガストンが捕まったんでしょ。なんでか黒焦げになって。ええ、美冬さんと玉木さんが教えてくださったのですけれど、巨大な雪だるまの頭が飛んできてあの大泥棒に直撃したそうですわ。おそらく私たちが倒したあの雪だるまの頭ですわね。へえ、すごい偶然もあったものね。というか奇跡に近い。人の愛を盗もうとしたから天罰が下ったのかもね。はあ、なんだか疲れちゃったわね。そろそろ帰る支度でもしようかな。そういえばあいつはどこ行ったのかしら。ああ、ローズメンさんに呼ばれていきましたわ。ああ、シンデレラボーイ、急にお呼びして申し訳ありません。燃えてしまったクリスマスツリーを片付けたいのですが、手伝っていただけますか。すみませんね、無残に散った魔法のバラを見ているとどうにも手が進まなくて。実はですね、私はこの魔法のバラが皆様をあの雪だるまの爆破から守ってくれたのだと思っています。あの時私は確かに見たのです、皆様を包み込む不思議な光を。あの輝きはきっとお互いを思い合う心そのものだったのでしょう。シンデレラボーイ、本日は参加いただき改めて感謝いたします。未来のランドソルを背負う若者たちが私に見せてくれたのは、愛でつながり合い、愛で立ち向かう、そんな奇跡の共演でした。しかし皆様にとって今日の思い出は悪意によって燃え尽きたこのバラのようなもの。きっと悲しい記憶になってしまうのでしょう。せめて奇跡が起きた瞬間を、美しく咲いたあのバラの姿を覚えておいていただきたい。しかしそれももう叶わぬ夢ですね。できるというのはどういう意味ですか。なるほど、あなたの筋書きなかなか興味深いですね。万に一つその奇跡にかけてみる価値はあるかもしれません。プランをすべて話してください。必要なものはすべてご用意しましょう。皆様、お帰りの前に今一度
私の話を聞いてはいただけませんでしょうか。あれ、ローズメンさん、何を始めるつもりなんだ。皆様、ここにはもう特別な設備も特別な料理もありません。しかし特別な皆様がおります。いかがでしょうか。皆様でもう一度ここからパーティーを始めてみるというのは。賛成。ゆかりさん、ちょっと外野なんだから静かにするにゃ。いいじゃない。それに私は警備員でありキャストでもあるのよ。みんなを盛り上げてこそのキャストじゃない。それにみんなで大きな困難を乗り越えたのよ。お疲れ様会っていう名目で始めてみるのもいいんじゃないかしら。それいいな。俺は彼女がいればどこだっていいんだ。みんなでまた始めようじゃないか。うん、私もまだシェリーちゃんのこと話し足りないし賛成します。皆様、賛同いただけて感謝します。それでは皆様、スタッフの指示に従って会場の中央へお集まりください。さて、秋野さんとサレンさんはこちらへ来ていただけますか。お二人をお待ちしている方がおります。お待ちしている方とはやっぱりあなた様でしたのね。見慣れたウィスタリア家の飛空艇もあなた様が一緒だと特別新鮮な気持ちになれますわ。それで私たちをこんなところへ呼んだりしてローズメンさんと一緒に何を企んでるの？それはもちろんとびっきりのお約束ですよ。愛のバラは暴力の前に枯れてしまいました。しかし心配はいりません。愛は不滅なのですから。ご覧いただきましょう。心優しきシンデレラボーイによる聖夜のショーを。これは魔法のバラね。クリスマスじゃなくてローズクリスマスだにゃ。今日はたくさんお小遣いも稼げたし悪者もやっつけられたし、みんなとクリスマスを過ごせてすっごくハッピー。今夜はたくさん飲もうよ。しょうがないわね、ゆかりさんは。今日くらい付き合ってあげるにゃ。それじゃあ本日の私たちの大健闘と友情を祝して乾杯。確かにこれはお約束ね。それもとびっきりのですわ。うん。ねえ、アキナさん、何ですの？
私もうちょっと頑張ってみようと思うの。まっすぐ自分の思いを伝える素直な秋野さんみたいにね。それなら私も一層励まないといけませんわね。信じた相手を信じ抜く、そんな強さを持ったサレンさんみたいにですわ。すげえ綺麗だな。あのおおおの、ナンシーさん、よければお話をさせてください。あなたさえよければ。あんな可愛い彼女を捕まえて、なんて羨ましいやつ。まあまあ先輩、先輩だって頭いいし、まあまあかっこいいし、彼女すぐできますって。まあね、なんたって僕は身も心も美しいから。今回僕の女神を見つけることはできなかったが、お前という同胞ができたことは。お、来た来た、先輩紹介します。さっき知り合ったんですけど、僕の彼女です。こんばんは。あなた様、ありがとうございました。私こんな素敵な贈り物をいただくのは初めてですわ。うん、私もちょっと感動しちゃったっていうか、つまりね、今日はとっても楽しかった。え？それは魔法のバラ？なんで？全部燃えちゃったんじゃないの？まさか盗まれた魔法のバラ？そうですのね、無事な花が残っていてよかったですわ。一本あればまた栽培できるもんね。それであんた、この魔法のバラこのまま持ち帰ることもできるけど、どうするつもり？そう、預けるってことはいつか受け取りに行くってことよね。一人を選ぶその時に。サレンさん、延長戦を申し込みますわ。これは長いバトルになりそうだけど、いいわ、受けて立とうじゃない。あんたも鈍感ね。それは乙女の秘密ですわよ。さて、せっかくだから乾杯しましょうよ。ええ、それではこの特別な夜に起こった愛の奇跡に乾杯。